学校法人、富士田学園、富士大科大学、富士大科大学病院、富士大科大学病院は愛知県と明市にある富士大科大学の付属大学病院である。病床数は1435床であり、単一の病院として国内最多である。愛知県に2施設ある基幹災害医療センターの一つとして愛知県の災害医療の拠点の役割を果たすほか、 特定機能病院その他の機能を有する。略称として、富士大科大病院、富士大大病院、富士田病院と呼ばれる。南玄関前から見た、正面玄関病院へ向かう、明けぼの杉の並木建物は、A 棟、B 棟、C 棟、外来棟、検査棟、放射線棟で構成され、病院内または、学園敷地内に、以下の施設がある。名鉄名古屋本線。 前後駅から名鉄バスに乗り換え、富士大化大学病院で下車、標準所要時間15分。この系統の4分の1は、さらに先の名古屋市営地下鉄桜通線、徳茂駅、8分の1は名古屋市営地下鉄鶴舞線、名鉄豊田線、赤池駅にも乗り入れており、これらの駅からも利用できる。所要時間は、徳茂駅から16分、赤池駅から38分。 名古屋市営地下鉄桜通線、鳴子北駅、または、徳茂駅から、名古屋市営バスに乗り換え、富士大河大学病院で下車。所要時間は、鳴子北駅から26分、徳茂駅から16分。名古屋市営地下鉄鶴舞線、現駅から、名古屋市営バス徳茂13号系統に乗り換え、富士大河大学病院で下車。所要時間33分。 この他にも名古屋市営地下鉄桜通線、上沢駅や JR 東海道本線、大高駅、または名鉄名古屋本線、有松駅から名古屋市営バスに乗り換えてもアクセスできるが、巡回系統であるために本数が少ない上、大回りになる。大高駅から40分。一般路線バスの他に、豊明市公共施設巡回バス、ひまわりバスも乗り入れている。 中央循環コースを利用できる。自家用車での患者のために、病院玄関と第三駐車場等を結ぶ無料巡回バスも運行されている。乗り合い送迎サービス、ちょいそこも不定期に乗り入れている。2021年4月1日には、当院とララポート愛知統合を直接結ぶバス路線が新設された。前後駅や中京競馬場前駅から徒歩で30から40分。 程度、ありがとうございます。